皆さん、スザンナのチャンネルへようこそ。えっ、ー、と、金曜日はかぎ針編みのプロジェクトの日なんですけど、あのー、先週ご紹介しました、このお花のスクエアのモチーフを使ったトップスですね。これの、今回、えっ、ー、と、途中経過と、それからちょっとしたコツをお話ししていきたいと思います。で、前回ですね、糸の話でちょっとよく分かってないっていうことだったんですけど、今使ってるのはミルフローラレース20番の白色ですね。 はい、カラー1番で,すでえっ、ー、と 80g で今 420m の糸を使ってますで、かぎ針2号3号推奨ということなんですけどどうなんだろう2号3号のこのレッスン糸ということであれば 1.5mm から、まあ、1.4で25なんですけども。 こっちの2号3号だと 2mm から2.2ということでちょっとその辺、まあたり鍵針って書いてあってレース針って書いてないからわかんないんですけど私は今 1.5mm で編んでて、まあ、ちょうどいいかなという感じなんですよねなので、まあ、参考にしていただければと思いますであのミルフローラレースさんは 多分毎年限定生産で年中お店にあるわけではなさそうなので、まあ、この季節だったらまだ手に入りやすいかなという感じです。あの、他の一般的なだるまさんとか、そういう冷水糸出してらっしゃるところは年中買えますので、はい、あの、そんな感じです。で、それと糸の量なんですけど、あの、前回ちょっと私見るところ間違ってて、紹介、あの、間違ってたんですよね。で、 あの一、ー、玉白色だけ400ヤード白とエクリューは400ヤードって書いてありましてそれで計算し直しますと S サイズが大体1 5 0 0ルなのでまあ、19玉から20玉ぐらいでえっと M サイズが1 8 2 0ルということでまあ、23玉ぐらいでえっと L サイズがまあ大体といいいととととううここでで玉ぐらいということなのでちょっと余るかもしれないんですけど、こういうパターンっていうのは多めに書いてあることが多いんで余るかもしれないんですけど、実は私これもうすでに何回も間違ってて、糸を切ってしまったとで間違いに気づいて、 ほどいても捨てちゃってるんですよね。なので、処分する分も含めて、間違う分も含めたら、まあ、それぐらいちょっと多めでもいいのかなという気がします。この19、23、28っていうのはダイソーさんのレーススイート20番サイズを使った場合ですね。で、こちらのミルフローラ。ミルフローラは、えー、っと、一玉4、これ白色は420メートルあるので、だい,たい、えー、っと S サイズで4玉で、 M サイズで5玉 L サイズで6玉あれば足りると思います1玉いくらぐらいかな400円ぐらいじゃないかなと思うのでまあまあそんなに <laughs> そんなにほど高くはないとは思うんですけどプロジェクトとしてははいそんな感じですで続いての話に移りたいと思います はい。で、現在編んでるプロジェクト、こちらですね。レーシークロップトップですね。でこちら、あの、パターン、無料パターンがダウンロードできますので、ダウンロード先は下の説明欄にリンクを残しておきますの、ね、で、そちらからダウンロードしていただければと思います。で、続いてなんですけど、あの、今、こちら見ていただいて、なんかいっぱいこう、糸端が出てるのがお分かりいただけると思うんですけど、あのー、 こっちはね、先に編んだ方でも糸を隠してるんですよね。ちょっとところどころ。これまだ切り忘れてるんですけど、これわざと切り忘れてて、あのー、これがある方が後から編んだ方ってわかるので、先はない方なので、下がこちら、上がこちらっていうことです。で、今、裏側が表になってます。これ裏側ですね。見たらわかりますよね。表側の方が模様が綺麗に出てるし、はい、こちらが表ですね。で、今ちょっとお分かりいただけると思うんですけど、ちょっと筒にもうしてるんですよね。で、 あの、そうですね。何の話から先にしようかな。そう糸、糸端の話から先にしようかな。で、糸端なんですけど、これ、あの、後でまとめて編みくるんだ方が、あの、手順がね、楽かなと思って、一回一回編み、めんどくさい人は一回か編みくるんだ方が、多分後のストレスはないと思うんですけど、私はあの、だん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 慣れてくると手が早くなっていくので、後からまとめて、 ちょきょきちょきって切っていったり全部編みくるんでいったりする方が好きなんですよなのでちょっと糸端に残してますでえっとじゃあまず通して続いてですねこちらがなぜ今筒になってるかと言いますとこれパターンをダウンロードしていただいた方はお分かりだいていると思うんですけどちょっとまあ見せますけれどもこのような形であのパターンが展開されてるわけですでここに数字が打ってあるわけですね 今度こう全部左側からこう繋げてってこういうふうにつなげていくんだって書いてあるんです。で、繋ぎながらここを合わせていくとうまくいくよあのこことここをつないででここを編んでってうまくいきますよっていうことなんですよね。多分あの編み方としては普通にモチーフを繋いでレース編みっていう感じで編むんだとすればこれの方が簡単だと思うんですけど私いつも編みながら試着したいタイプなんですよ。 試着しながら、どんなものかな、こんなものでいいかなとか、もう一段増やそうかなとか、そういうのを考えたいタイプなので、あの、試着できないと嫌なんですよ。で、それで考えた結果、あの、試着、試着できるようにもう筒に、本体もここ筒にしちゃおうと思って、ここ今50まで編んだので、続いて、こっち、上から編んでもう繋いじゃってます。ここ1個目繋ぎました。で、今日はこのつなぎ方、 つなぎ方もご紹介したいと思ってますのであの、よかったら最後まで見てってください。で、なぜ、まあ、つなぎ方にするかっていうと、トップダウンが人気なのは、多分ね、編みながら試着できるからなんですよね。で、あの、あ、ここまでで、脇ぐりこんなもんでいいわとか、あの、一番ね、難しいのって、脇ぐり、体の幅に対する脇ぐりの深さとか、そういうところだと思うんですよ。 これは編んだことある人だったらお分かりいただけると思うんですけどいい具合にいい具合に着ようと思ったらあの作ろうと思うと結構緻密な計算やっぱり必要なんですよねで、まあ、ある程度そのプロトコルができてる人なんかはそのプロトコルに従ってやればいいだけなんであの <laughs> 楽なんですけど私なんかはちょっとこう容量が悪いので、ね、毎回毎回新しく前回のデータが活かされない応用ができないタイプなんですよだから とにかく試着が大事なの、私には。だからね、その試着が大事っていう点においては、やっぱり最初から形にしていく方が、トップダウンのとかのように形にしていく方がいいなということで、で、現在最近主流なのが、あの、筒で本体編んで、それで、えっと、袖、えっと、脇から、脇も編んで、まずベストの形にして袖をつ,くつけていくっていう編み方、結構主流になってきてるので、 昔はね、前と後ろバラバラでだったんですけど、あのもう筒で編んじゃいって感じで、あのシームなしで編んでる、そういうのも多いので、それだったらもう筒で、筒っていうか和張り、まあ棒張り闇の和張りですよね。そういうのが多いので、筒で編んじゃいっていうことで今筒にしてます。で、今これがもうすでに脇下までの分なんですよ。で、あの、簡単にお話ししますと、袖っていうのはこれ、今これ本体。 12345段ありましてで袖は全部で8段だから簡単に言うとこの4段を2枚これが袖になりますなのでそういうところも含めて、えー、と4段がいいのかとか3段がいいあの6段がいいのかとかあると思うので5段がいいのかとかねそういうところも含めてのお話となります。はい という感じ。だからこれ4段4段で、まあこれで大体20センチぐらいじゃないかなと思うんですけど、何センチぐらいかな。ちょっとそろそろね、動画を切らないとね、アップできないんですよね。読み込まなくって。大体20センチぐらいですよね。 はい。なので、これで、まあ、40センチ脇ぐりあるので、ゆったりと着ていただけると思います。ちょっと一旦切りますね。あの、皆さんにね、<laughs> 綺麗な画質で見ていただこうと思って、最大限いい画質で撮影すると、ちょっとパソコンに読み込まないという事態が発生してまして、それでちょっとか、あの、分数を短めにカットしないといけないんですけど、こっちはそれは内輪の話なんですけれども。<laughs> で、えっと、最初にこの順番で編んでるの、も簡単にざっくり説明しますと、ここまでが後ろ身頃です。もう後ろ身頃のところ、線引いた方が分かりやすいんじゃないかなと思うので、後ろ身頃のところ、線引きますと、こういう感じ。ちょっと全然インク出ないけど。こっちが後ろ、こっちが前。で、前のところ、ここの部分。ここだが、あれですね、あのー、ここの空きの部分ですね。なので、こっちが前ですよ。今、後ろ編んでます。で、そんな感じですね。はい。 で、あの、袖が4、4になってます。で、こうやって分解するとすごく簡単ですよね。そういう感じ。はい。で、えっと、袖もどうしようかなと思ってて、袖を後から輪で作ってもつけてもいいなとか思って、で、それで一旦、この、ここまで筒で編んだら、続いてこの4段は、あのー、 ペランペランで、前掛けのようにここの4段とか編んで、ちょっとこの部分の空きぐり見てみようかなって感じ。4段にしようか、3段にしようか。合わせながら行こうかなと思ってます。で、あの、トップダウンのように袖を最後につけた方が、うん、着心地っていうか、その、見た目が分かりやすいから、いいんじゃないかなと思って。で、それがもう、このパターンは番号を打ってある今日そういう風にして編んでいこうかなって勝手に変えてるところ。<laughs> ということで、それのお話でした。 でえー、っと続いてですねつなぎ方一緒に見ていきましょうで編み方はですねあの1本目の動画先週出した動画に載せてますねそれもあの下のリンクにつけときますけどあのあ説明欄にリンクつけときますけどその編み方に従って編んでいただければモチーフ自体もすごく簡単なので編んでいただきやすいと思います。 ちょっととと前回と変えてるところはつなぎ方です、ね、なんかどうしてもこのつなぐとごわごわしちゃったのでちょっとつなぎ方変えましたちょっと一旦また一回一緒に編んでいこうかなとは思ってるんですけども。 通すところがね合ってるのかどうかがここだよね多分違う <laughs> 分からなくなってきちゃってだんだ編んでるうちによいしょあ,あここですねはいこの最初がやっぱりねちょっと難しいですよねあのちっちゃいから よいしょちっちゃいからどうしても難しいのででね数えてるうちになんか8分 8個ちゃんと編んだかなって分かんなくなっちゃうんですよね。 あっという間にあったかくなっちゃってね、ほんとに。なんかあんまり春を楽しむ余裕がなかった。すごい暑い今日も。お天気もいいし、嬉しいんだけど。ほんと、なんか、春って何なんだろうって <laughs>、思うときがある。なんか、 着るもの難しいですよね最近もしょっちゅう衣替えしてる感じがしてあれですね一年がせわしなくなってきた年を取ってきたんだろうなと思うんですけど寂しいよね年を取るの <laughs> 昔は誕生日待ち遠しくてなんかな早く 早く誕生日来ないかなと思ってたけど。そう、早く大きくなりたかったんですよね。 あのカメラ越しに撮影するので。 なんだろう私も髪とか切るの好きなんですよだからこの糸端とかもまとめて切りたいタイプなんですね今切っときゃいいんですけどまとめてチャカ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 ってこう流れ作業流れ作業が多分好きなんだろうなと思うんですけどその流れ作業が好きでついつい残しておきたくなっちゃうので切ればいいんですけどね今切った方が多分編みやすいんじゃないかなって思うことはよくあるんですけど切りたいんですよあとでまとめてチョキチョキチョキって。 なんかその方が何て言うのかなうごっこ遊びねごっこ遊びが好きなのかなまるでプロみたいな感じがしてこう何だろう何 <laughs> て言ったらいいかわかんないけど <laughs> まあそういう感じなんですよねはいでそれが好きなわけですよ 久しぶりりりですよねののんびなりりながら編むのなんか最近ずっとのんびりしゃべりもせずにただ淡々とこれはこうやって編んでとかここはこうしてとかこうした方がとかなんかコツのことは話すんだけど何て言うの普通の話をあんまりしてこなかったような気がするなと思って今日はちょっと気分を変えてのんびりとやります。 面倒くさくなったら後であーもう面倒くさいと思って動画自体をねカットしてるかもしれないんですけどねこの部分を <laughs> 大事な繋ぐとこだけやっちゃって <laughs> しないかもしれないんですけどなんかそのそうそうなぜ、まあ、モチーフをするようになったかというと、まあ、リクエストがあったっていうのもあるんですけどモチーフ結構昔から昔ってか私あまだ編み物始めてねそんなまだ5年ぐらいしかない。 立ってないからそんな昔でもないんですけどあの好きなんですよモチーフこういうこの単体のこの四角だけでも可愛いですよねなんか眺めてても可愛いでえー、っとその イスラム教って偶像崇拝禁止されていてすべて抽象的なモチーフなんですよね。花とかはあるんですけど花もなんかまあそのなんていうのかな花自体をあがめるっていうわけじゃなくてその花が模様の一部になってる感じそういうのモザイクっていうんですけどそ,そのモザイクみたいなのがモザイクっていうんだったかなだったかな。 ちょっっと間違ってたごめん,なさいなんかそのとにかく偶像崇拝がダメだからああいう模様なんですよねでその模様が綺麗ですよねモチーフもそういうところがあってその連続で浮かび上がってくる美しさっていうのがあると思うんですよでモチーフ単体だとまあこういう感じなんですけどそのモチーフをつないだ時に出るこのつなぎ目の模様が綺麗だったりそういうのがあってモチーフすごく好きではい。 好きなんですよねということでじゃあ早速つないでいきたいと思いますはいということでこちらにつなぐモチーフの裏側が表ですねこう糸端が出ているとどっちが裏か分かりやすいと思うんですよねで、こちらが前段の最後のまあ、対比する10番目ですよねで、こちらが最初に編んだ1番目こちらが2段目の1段目ということですね で、ちょっとつなぐのでちょっと場所をずらして、まあ、こういう形でここもない方が分かりやすいんですけどちょっとそれをするとちょっとあまりにいびつな形になっちゃうので、まあ、こういうふうにセットします今からこの部分を埋めていきますで埋めるのはこの3つなわけですねでもう あの、何回もこう、モチーフの向きを変えてると、わからなくなってくるので、私はもう常に同じ向きにして、つなぐのちょっとめんどくさくなっても、うそのままいっちゃうんですけど、<laughs> こ,えっと、ここからつな,こつないで、こう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 終わります。では、早速、ちょっと真ん中に持ってきますね。はい。で、まあ、鎖を。 四目から始めるんですけども、もうあの上手な方だったら一本目見なくてもこれだけで編めるような気もする。<laughs> はい、編んだら鎖を三目しますね。鎖を三目したら、はい、これですね。二段目のこの右の角。 細編みでつなぎますよここ細編みでっていう指定だったので細編みでやってますけどあの細編み嫌なな方方は好きなつなぎでで大丈夫ですでこの時にねこのモチーフがくる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 回りやすいのでもうちょっとセットこうしておいてそれで鎖を3目編んであげたら楽だと思います。で隣のもう一つの2つある細編みのもう一つに 長々編みをつけますね。はい。で、今、こちらが編めましたので。続いて、こちらと。こちらにつないでいきます。鎖一目をしたら。細編みでモチーフにつないで。 1> 鎖1目をしますで角のスペースですね手前のモチーフの角のスペースに細編みでつないでまた鎖を1目したら隣のモチーフの、はい、つなぐ同じポイントに細編みを入れてまた鎖を1目します。で続いては角なんですけど角に入る前に。 準備をします。長々編みを二回入れますよ。はい、入りましたね。そしたらまた鎖を三目します。続いてですね。続いてこちら。一、二、三、四、五と五つスペースがありますから。一、二、三番目のスペース、三番目のスペースに。細編みでつなぎます。 で、一二三。で、隣の細編みにまた同じように長々編みを二回入れますよ。はい。そしたら鎖一目して。あ鎖、えー、っと、鎖三、あ。鎖一目ですね。鎖一目したら、はい。 続いてですねよいしょ続いてこの左側の横につないでいきます。これが鎖3目こちらが鎖3目のスペースこのスペースですね2番目のスペース。細編みがあるこの三角形のスペースこれの右側につなぎます。でまたた鎖1目をしたら 手前のののモチーフのこのスペースですねススペースに細編みを入れます。で、鎖1、はい、隣のスペースに細編みを入れて鎖1で、えー、また長々編みを2回入れます。ちょっとまたタイムが気になるので一旦動画をストップして続きを編みたいと思います。こういういい感じで、はい 今よしここまで来ましたね続いてここに1,2,3,4,5と5つスペースがあるのでこのスペースの真ん中につなぎますよはい、では行きましょう鎖3目をしたらここだけはねちょっとね続きを編んでいきますので 一二三四五五つ。はい、ここに細編みを入れますね。で、また続きの長々編みを二回編みます。で鎖を一目したら。 続いてです続いてはどこを編むかと言いますと続いてこの上のこのモチーフこのモチーフにつないでいきます今もう下と横はつながりましたねつながってますねこれちょっとよいしょはいこういう感じでわかるかな つながってますので続いてこちらつなげていきますちょっと持ち上げて構いませんので鎖を一目したらはい続きですね細編みが入ってる右側目印を探しておくと間違いにくくなります細編み入れて鎖一目一目をする そしたら、手前に戻ってきて。はい、この角に細編みでつなぎます。で、また鎖一目をして。細編みが入っている左側ですね、ここに。細編みでつなぎます。で、細編みを入れます。さあ、もうだいぶ慣れてきたので。 大丈夫かなと思うんですけど続いてですね続いてここに細編みが入ってますこの細編みにつなぐところまでをしますねちょっと向きを変えてあげますはい、入りましたねそしたら続いてこちらですね鎖を3目してください 細編編み、み鎖3長々編み2そしてこれが鎖7のススペースですね。ここに鎖7のスペースありますのでちょっと真ん中あたりにモチーフの位置を回す、ま、あの戻しておいてでこの細編みの目がここにあります。ここはこういう形ちょっと分かりにくいかもしれないんですけどこことここ。 鎖鎖細編み鎖3、これは鎖7なんですけど鎖3細編み鎖3と思って頂い,いたらいいのでこの細編みの目ここに細編みの目があるんですよく見るとあるのでこの細編みの目に刺しますでちょっと糸を引っ張ってモチーフを近くに持ってきて細編みを入れますでまた鎖3を入れて。 はい、ここですね、ここだけちょっとややこしいんですけど裏返してあげてくださいもうそうしないと終われないので <laughs> 裏返したらモチーフのこの隣の細編みに刺して長々編みを2回入れていきますよはい入りましたね でもつなぐところはないのでこちらは鎖3そして細編み鎖3をしたらはい始まりの鎖4目が出てきましたので鎖4目の1234番目につないで終わりましょう。 大体、まあ糸端、六センチ七センチくらい残して、カットしておきます。くるんと向きを戻して、はい。はい、これで、つながりましたね。ちょっと見てみましょうか。はい。つながりました。 2段目までつながりましたね糸端あの今私糸端次この3段目編むためにちょっと軽くここまで戻してますで戻し方見ておきましょう。もうそれもねご自由にねしていただいたらいいんですけど同じやり方がいいっていう方はよかったら参考にしてみてください。別にそのどんなやり方が正解で何が間違い出てないのでお好きにしていただいたらいいので。 で、まあ、こうやって、あの、適当に、この、私はこの右側に沿わしていくのが好きなんですけど、右側の目に沿わして、ここまで落としておきます。そしたら、あの、他と、次のモチーフと干渉しないので、後からまとめて同じところで、全部同じ位置で戻しておいたら、同じところから全部すべて作業ができるので楽なんですよ。で、 ま、さっき言ってた、その、糸端をまとめてカットしたい病って言ってましたけど、こう、真ん中のところもね、全部こう出てるんですけど、それも、真ん中のところも、カットこう、ちょっとあの、間違えて他を切らないように気をつけてください。こうやってカットをまとめてしていくと、楽なので、なんか、あれ <laughs> 見失っちゃった。 まあそんな感じでねここですねでえー、っとこっちかなはいもうここはすべて入れてあるからもうカットしても大丈夫なのでこういうところはカットしていってまとめて後でカットしていくと好きっていうだけの話です であのちゃんとできてるかできてないかっていうのもあると思うので必ずかあのカットする前に全てできてるか確認してからもう最後の糸を全部ちょき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 ってカットしていく方が早いような気がしてねそういうふうにしてますもうでも糸がバラバラして嫌だわという方は後から じゃなくて、それ、その都度やってみてください。で、まあそういう感じで他のモチーフもつなげていきながら、まあここで一体本体終わりなんですけど、あの、えっ、ー、と、アームホール編んでいただいて、まあ着心地確認していただいて、で、それで、ちょっと長さが足りないわっていう時は、この下側に足していけばいいので、先に形を作って、で、間違いにくくしておくと、後から足すのとかも簡単だと思うんですよね。なので、 まずこう、形からやっていく方がおすすめですよというポイントと、今日は、今日のポイントはもう一回繰り返しますと、まあ先に筒にしてしまった方が試着できていいですよということですね。これでもう筒になってますから、今この状態でも着ていただいて、あの、このあたりのこの開き具合、サイドの空き具合とか着心地確認していただけますから、そういうのも確認しつつ、 そして、あの糸端っていうのは後で最後にまとめて、えっと処,処理する方がいいっていうことですね。で、糸端の処理してるとこと処理してないところをバラバラにしてるのは、まあ処理したところを先に編んで、処理してない方はまだ編んだばっかりのところっていうことで、場所を間違えにくくするためのコツであったりします。なので目印をいろいろつけておくといい方だと思います。はい、ということで、えー、簡単ですけど、まあ、今日のポイントは。 こちらまででした続いてまたあの次はどこにしようかなと思ってるんですけどまた難しいポイントがあったらその辺をご紹介できたらいいなと思います。あの最後はエジング膨大になると思うので、まあ、そこまでそこでまたもう一回会うかそれの前にもう一度この着心地の辺りで会うかという感じですね。 それから、えーとですね、もう一つ言うのを忘れてたえもしあのかぎ針サイズを変えずにモチーフの枚数を変えたいという方のためのお話を今からしたいいと思います、はい、あの前回の動画でご紹介したんですけどこれかぎ針サイズを変えてモチーフの大きさをちょっと若干変えながらあの編,み編んでいただくという風にパターンがなってるという話をさせていただきました。で、あの まあ、かぎ針のティップの先を見,見ていただいたらわかるかなと思うんですけどこれぐらい差があるんですよねでまあどうだろう肉眼的にはそんなに大差ないっていうふうに思われるかもしれないんですけど結構結構ね差があると思うんですよねなのであの大きなサイズの人っていうのはやっぱ、まあ、モチーフあんまり細かいとあんまり あの枚数が増えちゃうとちょっとモチーフの模様が出にくくてうーんって思う方もいらっしゃるかもしれないのでその辺お好みに合わせてなんですけど大きなあの太いかぎ針で編むとモチーフが大きくなりますよね大きくなると、まあ、今でもこういう感じで一応伸縮はあるんですけどもっと柔らかくなってもっと伸縮しちゃう。すると型崩れ型崩れしやすくなるんです。で肩崩れしやすいと着心地があんまり まああの、せっかくこれ時間かけて何百枚、200枚も編むのに、型崩れしちゃったら、なんかせっかく編んだのになっていう感じになるじゃないですか。なので、えっと、ポイントとしては、このレース20番ぐらいの太さで編んでくださいって書いてあるんですけど、もう少し太い糸。ちょっと待ってね。例えば最初からこれぐらい糸の太さを変えてしまうとかね。もうあの、2.25のかぎ針のサイズに合う糸の太さ。 ちょっとどれぐらいかわかんないんですけど <laughs>、それに変えて、あの、探していただいて、変えていただいて、編んでいただいたら割と綺麗に、大きさもちゃんとなって、あの、ゲージもちゃんと取れて、その、えー、緩みにくい、あの、伸びにくい形が綺麗に編めると思います。せっかく編むんで、やっぱり綺麗に編んでほしいから、ただ、あの、太く、糸を太くした場合のメデメリットは、 生地が分厚くなるので、ちょっと暑いかもしれない。着た時に。やっぱ細いとね、編むと、あの、繊細な分、涼しい。夏のものだから涼しさも大事かなと思うので、涼しくて着心地いいかなと思います。はい。ということで、あの、太さ的にはね、これぐらいでって書いてあって、まあ、これぐらいで編むと違うモチーフですけど、これぐらいの太さになっちゃうんだけど、 これぐらいの太さになっちゃうんですけどもあのこれぐらいが目がギュッて詰まってるものは、まあ、触ってみたいた,だいたらね一番わかると思うんですけど厚みが全然違うんで私はこっちの方がいいなと思ってこれで編んでるんですけどこれで編むとちょっと、まあ、これでもまだ緩いかもしれないこちらで編むよりねちょっと編んでみようかなはい、えー、ということでちょっと編んでみましたえー、っとこちらがまあ大体あの提示されている サイズと同じ太さなんですねダイソーさんの20番が、えー、っとこのパターンで推奨されているサイズとほぼ同じ太さです。でなぜ、まあ、か20同じ20番でもこのミルフローラとダイソーさんので太さが違って多分ミルフローラは他のよりも細いんじゃないかなと思ってるんですけど今これで。 先ほどまで編んでた同じ 1.5mm で編んだものがこちらそして L サイズで指定されている2.2535で編んだものがこちらのサイズとなりますちょっとパッと見でお分かりいただけるかどうか分かんないんですけどやっぱり若干サイズが違ってきてますねであの触ってみると全然厚みが違うんですよねこちらの方がかなり薄いだからこれはあの結構多分ゲージとしては緩いんじゃないかなと思います で大きさをちょっと測ってみたいと思います大体、まあえー、4 8ンチぐらいで規定通りこちらも、まあ、4 8ンチぐらいで規定通りなので大体同じぐらいの大きさなんですけれどもこんな感じはいで厚みが わ、まあ、かるかわかんないですどこども,もう分かりますよねなんとなくどれぐらい厚みが違うかちょっと <laughs> こうあの光の透け方でもわかると思うんですけどこちらは透けてるんですよね結構こちらはもう全然透けないぐらいぎっしりと編んだ感じでこれが多分あの規定のサイズなんですよ 4.8cm なのででこちらが はい。あの、こちらが、もう、えっ、ー、と、一番大きいサイズなんだ方、これが6センチってことなんですけど、私ちょっと手がきつかったのか、まあ、6センチになってないんですけど、全然足りてない。5センチぐらい。<laughs> 5.、次のサイズで5.4だから、うん、書いてあるサイズだと、これよりももっと太いサイズで編まないと、その、6センチにならないので、 これで5センチぐらあんまり変わってないんですよね。だからもっと緩くなるみたい。なんで、えっと、6センチ、どれぐらいかちょっとやってみたいと思います。もう一回待ってね。はい、お待たせしました。今、こちら5号3ミリで編んでみたサイズが、まあたいこれで6センチで L サイズなんですけど、あの、比べていただいたらお分かりいただけると思うんですが、これぐらい差があるわけですよね。もう、 ビヨーンって感じこっちのこの伸びに比べてね確かに伸びがいいので着心地はいいんですけど伸びちゃうとビヨーンって感じで本当になんて言うんだろう安っぽくなってしまう気がするんですよねだからこれでレース糸でこのサイズこの6センチを、まあ、私の手だと5号3ミリじゃないとこのサイズにならなかったんですけど 編むんであればやっぱりちょっと太めのものでこれぐらいのしっかりしたテクスチャーで編んであげる方が後々着心地を考えた時にまあこの辺ぐらい前ですよねこの辺だとこれだとちょっとまあちょっとギュウギュウしてるかなという感じもするのでこれぐらいのまあ5センチぐらいのこのこの糸だったらこれぐらいのその 感じが綺麗かなと。ここまで行くとちょっとやっぱり柔らかすぎるというか、まあ、着心地悪くはないんだろうけど、せっかく200枚も編むのに、これでいいのかなっていう感じがするので、その辺ですよね。その辺の兼ね合いで、まあ、書いてある糸を選ぶ際には、その、モチーフのそのサイズを、 あ合わせるにはどれぐらいの針が自分には必要でっていう試し編みをしていただいた上で糸を決定される方がいいと思います。ということで、まあ、一応念のためですねこのサイズでこの合数で編むとどうなるのかっていうのもちょっとやってみたいと思います。糸が太いいいのでででちょっとととサイズダウンししして編んでみまますねはい、お待たせしましたせうことでえ今 こちら4五2.5ミ、mm、リで編んで、まあ、大体同じ大きさなんですけど、まあ、これでいくとこのサイズ6センチでちょうどいいのはいいんですがあのかなりゴワゴワしてる感じかなという暑いんじゃないかなこれを着るとっていう感じですねあの、まあ、手編みっていう感じがすごくしてくる感じかなと思いますね。 太い糸で編むとどうしても手編み感手作り感が拭えないので物によよりりけですよねやっぱりこの辺の方がこれだともしかしたらゴワゴワしちゃって形がこうドレープが綺麗に出なくってあれなのでこれぐらいがいいのかなこのサイズこのダイソーさんの糸で編むならまあ2.25ぐらい私の手で2.25ぐらいがちょうどいいのかなという感じで このミルフローラで編む場合に私の手では1.5が一応ちょうどいいのかなという感じの感覚で糸を選ぶ際にこれは多分25メーターでまあ80メーター90メーターぐらいの糸だと思うんですけどうんそれぐらいじゃないかなと思うんですけどちょっと太いかなという感じですね多分35、えー、号6号ぐらい5号ぐらい推奨だと思うんですけど今4号で編みましたけどちょっと5圧期間があるので コースターなんかにはいいけど着るもので編んだやっぱりちょっとごわついちゃうかなという感じですねかといってレース糸だとすごくこうヨレヨレになっちゃうので、まあ、2本で編むか2本引き揃えぐらいで編むかもうちょっと太いこの中間ぐらいの糸を探すという感じですよねはい ミルフローラ2本撮りでもいいのかもしれないですけど、やっぱりそうなると、どうしてもこの枚数で合わせますと、かぎ針の合数アップして、それでゲージをうまくやって、着心地のいい硬さとかに編み目にしようと思うと、どうしても分厚くなってくるんですよね。もしくはそのかぎ針の合数上げるだけだと、よ、よ、よれよれになっちゃう。こういう。なので、私はやっぱり枚数をアップした方がいいと思うんですよね。きれいに仕上げるには。 はい、ちょっと長くなりましたけどここまでたどり着くのに <laughs> ということで今から枚数の話をしたいと思いますでえー、っとここにはちゃんとこうこのようにサイズが記載されてますで19インチ21インチ24インチって書いてありますけど、まあ、大体10枚なので1枚のモチーフが4 8ンチ、5 4ンチ、6 0ンチということなので、まあ、それに合わせて4 8ンチ、5 4ンチ、6 0ンチの幅で枚数のモチーフを出していただいたらいいと思うんですよね で、これの場合、だいたい4.5から4.8ぐらい。ちょっとこう、あの、あれだけど、まあ、4.8だとして、4.5だとしても何でもいいんですけど、4.8で10枚だったら5.4だったらだいたい6センチ違うから、11枚にしたらいいかなと。この幅を。で、60センチだったら12センチ違うから、まあまあ、12枚とかに。 していいかなと。5センチで平均しますとね、そういう感じでいいのかなと。12あるいは13ですよね。12枚違う。4センチとして3で、12。そうですね。だから10、11、12、13で、ここに L サイズより大きいサイズ書いてないし、S サイズより小さいサイズも書いてないから、それより小さいサイズは枚数9枚、8枚、7枚というふうに小さくしていただいたら、お子さんにも編んであげれるし、お揃いが編めますよね。で、 2XL、3XL もあの、既製服ではちょっとあまりサイズが合わないから自分で作りたいわっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そういう方も枚数を増やしていただいたらこれにとらわれずに編めると思うんですよ。で、どのサイズで編むかっていうのは、まあその、私はレース糸がやっぱり涼しくていいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ゲージで言うと、だいたいこれぐらいのゲージ、 もしくはこの細さで言うとこれぐらいのゲージ、ゲージ重視で、触り心地重視で編んでいただいて、1枚モチーフをまあ試しに編んで、その幅に合わせて枚数を決めていただいたらいいかなと。自分の編みたい感じの、あの、テクスチャーで編めるものを選んでいただいたらいいかなと思います。で、そこから算出して枚数決めていただいていいかなと思います。で、ここも、まあ、5ということは、だいたい何センチ 4.8×5 だから、合平均として、25センチぐらいですね。この脇下が25センチぐらい。じゃあ25センチだから、あの、枚数もその25センチで、これが、えっと、24、27、30って書いてあるんですね。ここサイズ、9.5、10.5、12って書いてあるんですけど、大体それが24、27、30なので、それに合わせていただいて、 枚数。これがまあ5センチだったら24だったら5枚。12345ですよね。27枚。まあ、中途半端だから6枚にしとこうかな、5枚にしとこうかなっていう感じで合わせていただいて、30だったらもう6枚っていうふうに増やしていただくといいと思います。それも2枚って書いてあるけど、まあ、2枚でも3枚でもお好きな長さになるところにしていただいたらいいし、この高さもですね、 なの、この筒で編んでほしいっていうのには、実はその肩まで、脇ぐりから肩までの枚数を自由に選べるっていう点もあるので、あの、そうしていただいた方がいいかなと思います。袖をまず最初につけない方がいいのは、脇ぐりもうちょっと、もうちょっとあのー、狭い方がいいってなった時に、こう、閉じれるので、袖編んじゃうと、閉じれなくなっちゃうので、袖は最後の方がいいと思います。はい。そういう感じ。 ちょっと待ってね。<laughs> すぐちょうど切らないとダメなんで。はい。で、えっと、それで、あの、この、ここも、ここは4枚だけど、4枚でもいいし、5枚でもいいし、6枚でもいいし、こう合わせて好きな大きさ、まあ6枚ぐらい。もうちょっと大きいサイズだと7枚。小さいサイズだと3枚っていうふうに、ここも減らしていただいたらいいので、4枚でこんなもの、5枚でこれぐらいって感じなので、あの、 5で合わせましたけど、私のサイズでも5でもまあちょっと緩いけど、まあいけないことないなという、ボートネックみたいな感じで着ていただくんであれば、ここを1段に減ら、ここ2段空きをやめて1段に減らしてもいいわけなので、広げてね。 ボートネックみたいな感じにしていただいてもいいと思うので、その辺を自由に、この、これにとらわれることなく、やっぱり実際の体に合わせて試着しながら編んでいただく方がうまくいくと思います。もう、でも、そこまでちょっと私の技術では今はって思われる方はこの通り編んでいただいたら、このサイズで編んでいただいたらいいんですけど、 あの、計算もめんどくさいしっていう方は、もうこの、この、これでもいいし、もう練習だからっていう方はそれで始めていただいてもいいと思います。で、あのー、お家にある人でちょっと試しに編んでみようっていう感じでもミックスで編んでいただいてもいいです。もう何でもお好きに編んでいただいていいと思うので、とにかくまあ、何枚か編んでたら多分コツが分かってくるので、最初はうまくいかなくても、最初は 書いてある通りに編んで、そこからだん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 こう経験を通して、ここはやっぱりこうした方がいいんじゃないかなとか、ここはこうやった方がうまくいくんじゃないかなっていうのを自ずと分かってくると思うので、それに合わせて、自分のスキルレベルに合わせて、そういう風に変えていっていただいたらいいかなと思います。はい。あのー、ね、そういう風な感じで、こう。 規制のパターンを編む時にはちょっと注意点がいろいろ必要になってくるんですけどで特に海外のパターンだと糸も日本で売ってるものとは違うので同じものが用意できないとかあってねいろいろ難しい点はあると思うんですけど、まあ、今お話しした点なんかを参考にしていただいてあの着心地のいいものをゆっくりと編んでいただけたらいいかなと思います。何年もも、ね、愛着のあるものるを編んんでいいいいただくのがいいかかななと思います私なんかは一番 編んで結構気に入ってるのはこれですね。これはもうあの結構分厚いんですよ。分厚い、分厚いんだけど、あの今からの季節、すごくこう、着心地もいいし、はい、あの好きなんですよね。なので、まあ、その、そういう感じで、ちょっとずつ、これなんかはあの初心者でも編めるので、よかったら編んでいただきたいんですけど、あのそういう感じで、 編んでいただくと面白いかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。ということで、で、これのね、欠点は何かというと、これはこの太さの糸で編んでいるんですよね。だから、トレーナーみたいな感じ。どっちかというと、トレーナーのような感じ。だから、春と秋にすごく、あの、夏の終わりとか、夏の初め初夏今ぐらいの季節にちょうどいい感じ。ジャケットにしても、そんなに、あの、 厚くないしコットンだしって感じなんですけど欠点はちょっと重いことですねはいそんな感じですねそうそう割とねその難しいとは思うんですけど楽しんで編んでいただけたらなと思いますこれもあの編んだんですけどこれもなかなかその糸が決まらなくてなかなか編めなかったんですけどもうかぎ針サイズも変えちゃって 編みましたあの自分の好きなサイズになるようにこう段数とかも変えちゃって編んだんですけどはいそんな感じですね。はいということで。 ぜひ皆さんもよかったら、<laughs> ゆっくりぼちぼち編んでみてください。ということでした、まあ。今回の進捗情報、ちょっと思ってたより長くなっちゃったけど、こんな感じです。ということでまた次回、まあ、楽しみにしていただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.